You're on, Grandma. Hello, I'm Sammy. Welcome back to my channel. We're back in Dragalia Lost in the Fortune's Fury event. Let's get on with the story, I guess. Fun. Oh my god. Gong. Wow. Hey, is that commentator from the cooking show? It's the same dude. Sasuga, yoi yari sabaki desu. Shikashi, kore o uke kiremasu ka? Damn. Kore ga 12 ryūshi no yaiba. Nan という surudosa da. Da ga 私は負けるわけにはいかない。子供たちのために必ず勝つ。で、この一撃は。Oh wow。一本、勝者、エルフィリス。決まった！勝者はエルフィリス選手です。Nice. お見事です。気迫に押され。No, you made Ieyasu cry. I'm gonna kill you, Ellie. ありがとう。しかし家康が本気であれば、結果はまた違ったものになっただろう。Oh, really? いえいえ、とんでもない。あなたの思いの勝利ですよ。さあ、He's just being nice. 皆様に結果を伝えに一度戻りましょう。そうだな。確か殿下たちと待ち合わせた場所は向こうのはず。What's up? What do you see? おや？向こうが妙に騒がしいですね。少し急ぎましょうか。The hell? みんな。Totally stomped him. Hell yeah, I did. 一応な。それでこっちは何かあったのか。この辺り妙にざわついているようだが。それがな。正体不明の超強い選手が現れたんだよ。そいつが目にも止まらぬ速さで勝ち進んでるんだ。What? Who? うん。ああ、ほらちょうど今向こうの舞台へ向かっているあの人物なんだけど。あの通り深くフードをかぶっていて何者かわからないんだ。登録名も神様に偽名みたいだし。おまけに試合も瞬殺で終わるから何の使い手かも謎。そのせいでもうみんなあいつの話で持ちきり。うん、それはまた面妖な話ですね。しかし、あの背格好、どこかで。間もなく、番号札13番と68番の試合を開始します。選手の方は、舞台までお越しください。ナイス。あ、いけません。次、私の試合です。Oh, Cleo's in it. What the hell? 対戦相手は…Wait, what? 大変です。13 is the one in the hood? Oh, boss. Good luck, Leo. Don't die. Daijoubu nano ka sore? Kurau, nanka saku toka wa? Shoujiki, amari. Nani o shite kuru ka mo wakaranai aite ni dekiru taisaku nado, ganbaru igai arimasen shi. Good luck.Have fun. けれどやるからには負けるつもりはありません。全力を尽くしましょう。Wait, what do you need all that prize for? You couldn't like put like Steve or something? I don't know. 今話題沸騰の七種選手が出る注目の試合です。果たして勝利はどちらの手に？両選手。Oh, it's not Seimei. What the hell?
始め。うおー、ナナシ次も買ってくれ。もうファンがこんなに。なかなかやりづらい雰囲気ですね。 Can you guys even fight in those kimonos? とはいえ、私にできることは着実に戦うのみ。まずはまっすぐに相手を見据えて隙を。体が、うわー。 You're gonna do that to a lady? 場外一本、勝者は七子。What? 決まった。またも瞬殺。七子選手の活躍はとどまるところを知りません。Are you cheating, man? Oh my god. くらうまで瞬殺かよ。やろう。マジで何者だ。Now they have to find out who it is.少し吹っ飛ばされただけです。何をされたのかは全く分かりませんでしたが。What? 見てた俺にもさっぱりだよ。どうするどうする。なんか作戦考えねえとちょっとやばいかも。お、どうした龍華坊、もしかして大会苦戦してんのか。そうなんだよ実は。って、村のみんな来てたのか。そりゃ龍華坊があんだけ長老に大見え切ってりゃね、応援の一つでもしてやろうってのが人情よ。長老に大見え。ダン、何をしでかしたのですか。Oh, yeah. 何もしでかしてね、大会出る前に挨拶しに行っただけだよ。最近うちの長老元気ねえから。それで急に大会で優勝してくるから楽しみにしててって長老に言いに来たんだよ。なるほど、大会にやる気を出していたのは長老との約束のためか。Just doing it for that mirror thing, right? あのさ、長老どう？一緒に来てくれてたりする？いや、応援しに来たがってたけど、今朝は出かけられる様子じゃなくてね。村で休んでてもらってるよ。そっか。なら、なおさら優勝しないとな。あの七子ってやつもなんとか倒して。でも、どうやって？まあまあ、トーナメント表を見る限り私たちが七子と当たるのはもう少し先だ。それより次の試合のことを考えよう。それもそっか。俺の次の対戦相手は、大黒天。Oh really? Mouse Dragon? は？大黒天ってまさかあの光秀の姫さんのちぎり竜か。ドラゴンの参加者もありなのかよ。 That's hilarious. そういえば光秀も私同様大会の手伝いを言い渡されていたはずですね。しかしなぜちぎり竜の名が。 Obviously. 光秀のことだからぐーたらしたくなって戦いをちぎり竜に丸投げしちゃったとか。ありうる。まあドラゴンが相手だろうとなんだろうと勝てばいいだけの話だ。ちなみにドラゴンと戦う時のコツって何かある？全身全霊でぶつかることかな。気を抜かず真摯に向き合うことです。 Real helpful guys. よっしゃ、難しいことは考えないで当たって砕けてくるぜ。見ててくれみんな。Just runs off. 砕けてはいけないのでは。
That's so cute. It threw me off that I was a boy. That got up in the mail. He's just so cute.1本、勝負あり。勝者はリュカ。決まった！鮮やかな一撃でリュカ選手が勝利をもぎ取りました！ナイス。へえ、どうなるかと思ったけど。スクイッバイ。無事に勝ち進めたみたいだね。Did you just make a mouse joke？ 大黒天はもともと穏やかなドラゴンですしね。この後は光秀ともども。出店を楽しむのではないでしょうか。彼女たちらしいな。私も時間があれば出店を回ってみたいところだが。What's up, Ellie? エルフィリスお姉ちゃん。Hey, kid. マルクじゃないか。もしかして応援に来てくれたのか。お姉ちゃんがかっこよく勝つところ見たかったから。試合順調？ああ、今のところは。ところで、ここには一人で来たのか？ううん、院長先生とみんなと一緒だよ。ほら。That's nice. お姉ちゃん、頑張って。ああ、だいぶ素分げ。That's really cute. Oh, てことはもしかしてエルフィリスもこのガキンチョたちのために大会にやる気出してたけ？まあそんなところだ。この子たちを預かる慈善院が経営難だという話をこの前聞いてな。何かできないかと悩んでいたところに賞金付きの大会だ。頑張る理由には十分だろう。なるほど。そんじゃ俺たち似た者同士のライバルだったわけだ。つい順当に勝ち進めれば当たるからな。トーナメント表を見る限り私が七種に勝つことができればだが。七種の人強いの？お姉ちゃん勝てそうにない？いや、どんな相手だろうとみんなのために私は勝つよ。約束する。ナイス。本当？やったー。お姉ちゃん頑張ってね。いっぱい応援するからね。懐かれてんな。こりゃ負けられないわけだ。となると次は俺が一肌を見るようにバンってとこか。 OK。 ランサーブがなぜだ？トーナメント表をよく見ろ。次の七種の対戦相手は88番、俺だ。Oh crap. Good luck. げ、マジか。なあクラウ、経験者としてなんかアドバイスとかあったりしないか？すぐ負けちゃいましたからね。強いて言えば場外に飛ばされないよう踏ん張っておくぐらいでしょうか。私もそうですが、他の試合を見ていても衝撃波に場外へ吹っ飛ばされて負けた人が多いみたいです。 So they use a magic or something? なるほど。ま、できる限りやってみるさ。欲を言えば俺だって勝ちたいしな。Good luck, Randall. さあ、大盛り上がりの3回戦。七種選手と相対するはストームファングと名高い傭兵。注目の大カードです。七種、七種。両選手。位置について始め。
さあどっからでもかかってきな。その時の手の動きや足の動き。You sure about that, buddy? お前の手の内を暴いてやる。なんだ来ねえのか。なら先手は俺がもらう。行くぜ。チョラ。例の衝撃波ってやつか。だがまだまだ。今度はこっちから行くぜ。OK。耐えたか。だが無傷とはいかねえみたいだな。隙ありだぜ。 Do it, Randall. Unhood this guy. ここで急展開です。ランザーブ選手が七瀬選手に肉薄。力強く斧を振り上げた。チャンスです。私の分までガツンとお見舞いしてください。任せとけって。こいつで終わりだ。トルネードバック。ああ、Oh my god. 場外一本、勝者は七死。お見事、勝利を手に。 What the hell? Who is this guy? He's using magic, obviously. そんな明らかにランザーブが優勢だったはずなのに。 Isn't this considered cheating? 急に浮いたと思ったら場外に。何が起こったんだ。仮説なんだが、もしかして七子は何らかの術の使い手なんじゃないか。それならもろもろの説明がつく。ただどうして派手に術を使わないのかは気になるところだが。ああ、術使いってことも正体と一緒に隠したいんじゃないか。 I mean, maybe? この試合でやっとじっくり観察できたけど、そもそも奴の動きはなんか不自然だ。隠したいことが多いのかも。Yeah, he also said he kind of recognized it. ご敬願。いい線いってるよ、坊主たち。It's Seimei, isn't it? And that Seimei up there is just a copy. ここまで勝ち残ってるだけはある。私が見てる限り、そこに気がついたのはあんたたちが初めてさ。義経。それは一体どういうことなんだ。もしかして七子の正体を知っているのか。なーに、やっこさんのここまでの試合を見てカンパしたってだけさ。術の破り方も含めてね。 How? 時にそこの嬢ちゃん、あんた優勝狙ってんだろ。なら一つ私と勝負としゃれ込んでみないかい。私と当たる次の試合で勝てたら、ヤッコさんの術に対抗する方法を教えてやってもいいよ。You're on, Grandma. それが本当ならありがたい話だが、なぜそんなことを。何か狙いが。大したことじゃない。老人ってな、頑張る若者に口出しをしたがる生き物なんだよ。あの、義経殿、失礼ながらよろしいのですか。勝手にそのような。構えやしないよ。向こうだって勝手に独断でやってんだから。で、どうする。乗るかい。 My AirPods! God damn! 乗る一択だ。エルフィリス。It makes sense. He wants to win it for the kids. 私は七子に勝たねばならない。義経殿の助言は渡りに船だ。千載一遇のチャンスを逃すわけにはいかない。その勝負、慎んでお受けする。いいね。そういう目をした若造は大好きさ。そうと決まれば、あとは言葉はいるまいよ。
さあ戦いの中で示してみな、あんたの本気ってやつを。Alright, well, that is all the time I have for this episode. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you next one. Bye bye!